こんにちは。さあ今日は3月18日ということで、Nintendo Switch のマリオカートデラックス8の新コースを追加されるということで、まあなんか64とか DS とかのリメイク版プラス新コースみたいな感じで追加されるということで、まあその新しいコースを紹介しながらちょっとやっていけたらなと思います。まあ前回ケッケと対決あったと思うんですけど、まあ今回はまあ新コースの紹介ということで、まあゲーム実況も初めてなんで、まあうまくできるかわかんないんですけど、まあコース紹介できたらなと思うのでやっていきたいと思います。それではやっていきまーす。レッツゴー。もしもチップス。さあそれではやっていきまーす。説明しながらなんで 150cc で割りを使って、今日はこのテントウムシみたいな変な羽生えたやつ、 OK。 これか。全部で今実装されてるのが8コースですね。パリプロムナード、キノピオサーキット、チョコマウンテン、ココナッツモール、東京スクランブル、キノコリッチウェイ、スカイガーデン、ニンニン道場。こうなんか8コースずつ追加されていくみたいで、6回に分けて2023年末までに配信予定。じゃあこのとりあえず実装されてるこの8コース、やっていきます。ツアーって何？任天堂ツアーみたいなのがあったっけ？150cc。 え？このマップを見ながらこう走るっていうのがね、なかなか難しい。こっちか。どっち？こっちか。いいよ、調子いいよ今んとこ。マップ見ながら難しいな走るの。あ、パリのね、なんだっけこれ、エッフェル塔だっけ。あ、なんか今左にも道があったな。2周目そこ通るか、ちょっと。こういう感じね。ちょい。なんかコースすごい綺麗だね。なんか道が広くて走りやすいかも、初めて走るにしても。あ、これでもう1周。今度こっち側通ってみて。はい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 。はい。ヨッシーがいっぱいいる、周りに。はいはい、赤コーラ飛んでくる。さっきどこだっけ？なんか道あったの。そこか、これか。あ、でもアイテム取れないじゃん。こっちか。結構走りやすい。あー、なに？あー、なに？そういうこと？こっち？単純っちゃ単純だね、道は。え？あ、右にしか行けません。はい。はい、行きます、右に。はい、コイン取ります。はい、行きます。はい、ここ、飛びます。おっとっと？おっとっと、前から。何？今。あれ？なんか俺逆走してる？逆走してるこれ。なんか逆走してない？これで合ってんの？合ってんだよね、でも。ジュゲムに引っ張られ、釣られないから。あ、最後何？逆走3周目、逆走してゴールになるの？もしかしてこれ。めちゃめちゃ面白いじゃん、これ。そういう感じ？あ、こういう感じ？あ、こういう感じね。あ、そういうことね。面白い、このコース。初めてじゃない？最後逆走して。一周が終わるっていう。キノピオサーキット 3DS であったコースのリメイク版みたいな。キノピオ、でかいキノピオの風船が浮いてる。ちょっと気持ち悪い。なんかショートカットとか探したいな、やりながら。いきなりキノピオにタックされたんだけど。なんかそんなうねうねしなくて走りやすいコースだな、これも。なんか単純じゃないこのコース。
3DS とかで、あ、ここ今キノコあればショートカットできたの、右。 3DS でマリオカートやったことないの。あ、ここもショートカットできる。あ、これでもう一周。なんか下に道あんのかな、今地下に網があったけど、そんなとこあった。あ、2周目。あ、上行ける。さっきの網の下は何なんだろう、ただの飾りかな。ちゃんとドリフトを決めて、赤コーラも阻止。ほら、この下道じゃねえのか、これ飾りか。3周目も上を通っていく。うわー、来たよ、トゲコーラ。出た、出た。え？お、抜かれてんや。危なー、危なー。キノピオに抜かれて、キノピコか。抜かれるとこだった、危なー。お、64のチョコマウンテン。64のマリカーは結構やったね。なんかだいぶ変わってるけど。だいぶ変わってる気がするけど。さあやっていきます。3レース目。いいね、いいね、いいね。おととと？おとと？ちょっと道がわかんないと怖いな。とりあえずコインを取っていく。あー、これなんかこのコウモリなんかある。もともとあるあれでも出てきたね。うわ、またコウモリやん、飛ぶやん。あー、なんか落ちてくるよ。なんか結構ほんと簡単そうなコースだね、全体的に。ここショートカットないのかな。なんか一周目で見当たんなかったな。え、見える？ある？ショートカットないよね。今左とか行けないのかな。なんかここでどっか行くとかないのかな。落ちたら死ぬか。ここでトンネルでヒューとかなった。危なっ。ヒューヒュー、やめて、やめて、やめて。危ない、危ない、危ない。あ、やめて。危な。ショートカット的なのが全然見当たんないな。ないのかな、ここは。キノコとかで。はい、ミスった。ショートカットみたいな。この、なんだ？このさ、浮いてるの、ちょっとやめてほしいな。目障りな。うわ、パクられた。最低。え、ないのかな？ここぐらいしかないのかな？この左側のね。今のちょっとしたショートカット、キノコ使った。なんのかな、ちょっと調べたいね、このコース。うわ、なんか落ちてくるやん、また。ほら、ヒューンとか行ってるやん。なんか、こうやっぱゲームやりながら喋るってすごい、ね、難しいね。ゲーム実況やってる人とかすごいかも。あ、1位。ラクラク。ここも結構単純な道。おっと、任天堂 Wii。 Wii もやってないかも。マリオカート、ココナッツモール、ファイナルレース。面白そう、ここ。 Wii のやつとかとこれあんのかな、あのそっくりなのかな。お、なに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 、おっとっと、危ない。なにこれ、どういう道。ここ飛べるね。ほら、来た。あ、もうやだ、赤コーラ。おっと。はい、ヤシの木が生えてる。はい、飛ぶ。あ、コイン飛ぶ。お、なんか今、右も行けた感じだな。これ、なんか右にパーとか行けそうだな。お、行けるよ、行けるよ。いいよ、いいよ。おっと。
なんかショートカットコースないの？他に。なんかありそうだけどね。バナナ。バナナで阻止できず。あ、これ、あ、上も行けるやん。ちょっと3周目上行くか。ここむずいね、ここ。ブレーキしないとカーブ。曲がれないね。こういうのも行って、あ、これも行く。そうするとここも、やっぱ誰バナナ投げてきたの、今後ろから。これなんか右行けるやん。おーね、おーね。あ、何？あ、もうさっきのとこか。なんかここ、さっきの上から飛んできた方が早そうな感じ。何も見えないんですけど。何も見えないんですけど。上行くやん。うわ、ミスるやん。抜かれてるやん。あ、そういう感じね。あ、ぶつかるやん。え、今俺バナナでカバ、マジ？これ終わったやん、絶対。これ終わったな。これやばいな。ちょっと基盤ねえとやばいな。1位やん。危なー。ちょっと一瞬焦った今マジで。ちょ、道わかんないで怖いな。でも面白いな、ここの道。なんかいろいろ他にもありそう、コースが。あのキノピコ強かったな。なんか集中しちゃう、ゲームに。ちょ、一回閉国は。よし。で、150cc 割りを。もうテントウムシみたいなわけが羽生えてる、パタパタして。で、これキノコカップじゃねえしな、お前。パワフルカップだし。招き猫カップ、招き猫なの？これドラえもんの鈴じゃん、ただの。うわ、と、これも何、マリオなんとかツアーのあれな。東京スクランブル、雷門とかあるよ。あ、ガチの東京だ。あ、東京タワーじゃん、目の前。東京タワーにこんな兵法とかいたら怖いよね、東京に。あ、なにこれ、あれじゃん、浅草の歌舞伎的な。あ、これ左。お前バナナ持ってんのやめてよ、怖いんだけど。やめて、バナナ。ほら、投げてくるじゃん、バナナいきなり。立ち悪いわ、この人。この人立ち悪い、絶対。あ、今キノコで右側行けたじゃん。あ、このキノコちょっと持っとこ、じゃん。いや、死ぬやん、これ。絶対このキノコ使わねえ。よし。よし、あいつが。よし、ナイス。危ない！君、危ない！おっと、2周目右だぞ。はい、ドッスン。はい、これ左。お、雷門来た。おい、あのキノコに抜かれた。え、ってことは、さっきと。違うってことは、ショートカットが、あ、あるじゃん、あるじゃん。ここ、こう行きたいの、こうね。はい、うまい。で、赤コーラ、ケツにつけといて。いいね、このなんか、テントウムシみたいな羽がパタパタしてる感じ。なんか、ちょっと気持ち悪いね。あ、三周目も右。はい、ドッスン。これは、あ、これ右。おう、首都高速。首都高速、乗り口乗ります。はい、料金払いました。ドッスンがいる。あ、赤コーラこれで阻止。いいね、いいね、いいね。こう、高速を合法的にドリフトするっていうね。ちょっと待って。見えないぞ。あ、もうゴールじゃないこれ。完璧やね。今の。ここも面白い。なんかコースが1周目、2周目、3周目変わるっていうのが面白いね。なかなか。何何、あ、ここもショートカット、あれキノコでできるところだ。 DS キノコリッチウェイ、車が走ってる、あれだ、64とかにもあったね、車走ってるハイウェイみたいな。64だっけ、このスイッチだっけ、あったの。しっかりスタートダッシュ決めてく。さあ、ドリフトしていく。キノピオみたいなのがいっぱいいる。
うわ、何この人、バナナ持ってる。危なぁ、何うわ、そこにバナナ落とすの、最低な人やん、これ。お前、またバナナ落とすやん。うわ、道がわかんない。あ、さっきのここか、あれ、キノコ使うとこ。危ない。お前、ちょっと。危なぁ、マジで。コインまだ1枚しか取れてる。なんかすげえスピード感あるんだけど、このコース。下り坂だから何？なんでこんなスピード感あるの？車が一緒に並行して走ってるからそういう感じがするのかな。すごい。なんか、これ 200cc とかでやったら何も見えないんですけど。これ 200cc でやったらやばそうだね。終わったやん。もうこれ来るやん。これも来るやつやん。あ、いえいえ、雷と一緒。1位ってなかなかね、必ずコインとなんか止めるアイテムしか出ないよね。うわ、お前マジ？すごいやん、お前。うわー、もう危ないやん。危ない。怖い。よし、食らったべ。これいいの、攻めていく。バナナでカバーしていく。インコース攻めていく。すげえスピード感ある、これ。はい、バナナで阻止。お、来た、大好きなボム。ちょ、誰かに当てないの。でもちょっと差がつけすぎちゃったな。ちょっとこれ誰も追いついてこれないから。パクられたんだけど。なんでそういうことすんの。大好きなボム投げたかったのに。ゴールですよ。危ない、マジで。ここスピード感ってすげえ面白い。なんかスイッチの、なんとかブルーみたいな。よくわかんないけど、そのコースみたい。なんだっけ、すげえ下り坂の水が流れてるさ、スイッチのコース。お、ジャックと豆の木のあのコースみたいなね。このさ、右下のコースを見ながらちょこちょこ走ってんの。あ、今なんか、あ、こう跳ねるやつじゃん。右下のコースを見ながら走ってんだけどさ、やっぱ、ちょいちょい目離すと知らないコースだから、難しいよね。あ、なんかこう単純だな、でも。地図見る限り。ここも左側、キノコでショートカットできる。1位にいるとキノコ出ないんだよね、まず。そこが難点。ちょっと紹介したいのに。タイムアップ、あ、これね、ここいけるべ。はい。あ、ちょっと失敗したわ、ジャンプ。そこを紹介したいとこなんだけど。Oh my god.紹介したいんだけど、キノコが出ないんだよ、1位にいると。なんかタイムアタックとかだとキノコ3つ持ってるから、ね、それで紹介したいんだよ。まあでも1回やっちゃえばコースはある程度覚えられる。なんか単純なコースが多いね、今回。ラスト1周。危ない。ちょっと1回目、おっつ、ミス、完全なるミス、今。うわぁ、間違えてコイン使っちゃったやん。すぐ後ろにいない、なんか。いないな、俺。ここコインを使って、緑コーラでフォロー。いいね。はい、完璧よ。まあ、150cc だから。ラスト。招き猫カップ、ニンニン道場。あ、これは、もう完全なる新しい新コースじゃない？なんか DS とかなんか64度書いてないもんね。なにこれ、すげえ面白そう。うわぁ、なに？
なんかコース角張ってんだけど。え、どっち？こっちか。え、あいつ上登ってったんだけど。マジ？危ない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 。なんか上にアイテム浮いてんだけど、何？え、どういうことどういうこと？さっきのやつ。あそこ行けるってこと？橋渡って？橋？はしご？あら、これも、あいつ上行ってるし、俺届かないし。でも1位なんだけど。え、なんだなんだ。あーっ、なんか失敗した今、俺。あー、こういうとこね。こういうとこはしっかり、しっかりジャンプしていこう。ジャンプ。オーマイガー！え？俺2位？あいつか、あれか。やばいって、そんな投げてこないでよ。足赤ゴーラム。いや、行きたい行きたい。上行きたい。上行きたいのに、行けなかった。あお。このイカスミのせい。完全に。3位になっちゃったもん。4位になっちゃったもん。誰君？君誰？さっきいなかったよ。これ上届かないじゃん、やっぱ。そういう感じね、君たち。これね。え、そこ上行けんのか。これ上行けんじゃない？いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。いいね、いいね。こういうことね、こういうことね。これこっち行こうか、次。うわ、なんかむずい、ここマジで。え、ここ上行けんじゃん。これ何、何、何、何。曲がりきれんよ。難しいな。ここむずいな。マジ道がわかんない。え、え、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、俺さっきの上の道行きたいんだけど。もう通り過ぎたんじゃね？完全に。これちょっと上昇すれば、上がれるべ。いけた、いけ、いけない！ミスター超下手！マジか、超下手！ここは上行こう。いけない、こっから、こっからなの？さっきのどこか。この内側のこれ、これ使いたいよね。これミスるよね。そうすると。そうだよね。そうなると思ったよ。じゃあこれ甲羅投げといて、1位は趣旨をする。はい、危ない。危ない、マジで。なになにこのコース。すげえ奇想天外なんだけど。ま、1位だったかとりあえず良かったけど、全然紹介はできなかったよね。わかんなすぎて。まあでもこういう新しいコースがあっていろいろ面白かったと思うんで、皆さんも追加でコース購入してみてください。まあ今後もね、ちょっと僕らの動画でマリオカートまた新しいコースが出るたびに紹介できればなと思ってんので、よろしくお願いします。皆さんもぜひやってみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。